ハニュー・ユズルの新リンクが巻き起こす新たな冒険、コミュニティとファンの心をつなぐ表情の舞台、フィギュアスケートのアイコン、ハニュー・ユズルが描く新たな冒険が幕を開けました。彼の離婚からわずか11日後、仙台市のゼビアアリーナ仙台に誕生する新リンクが、まさにハブリンクとして注目を集めています。しかし、この新リンクには地元からの異論が巻き起こり、 一般市民への解放の必要性が叫ばれています。税金70億円の投入が話題となる中、新リンクの運営主体であるゼビオホールディングスは、指定管理料を受け取りながらも一般市民に門戸を開かない姿勢を示しています。市議の佐藤正明氏は、税金が投入される以上、新リンクは市民全体のものでなければならないとの立場を強調しています。一方で、市は、 ハブさんを含むトップレベルの選手にとって練習環境が不足しているとの立場から新リンク解説を指示しています。この新リンクは単なるスケート施設にとどまらず、羽生譲弦のアイスショーも開催予定とのこと。しかし、一般市民との共有に関する意向は不透明なままです。ハブの事務所はコメントを避け、意向を申し上げる立場ではないと述べています。同様に、 宮城県のスケート連盟会長も新リンクに対する独自の視点を示し、新リンクと連盟とのそれ違いに言及しています。この記事では、新リンクがウムハモンや期待に焦点を当て、羽生譲るのファンやフィギュアスケート愛好者たちが新しい表情の舞台にどのような期待と疑問を抱えているのかを探ります。さらに、コミュニティとの調和を図りながら、新たなスケートの冒険がどのように展開していくのか、 未知の領域へと踏み出す、羽生譲るの姿勢に迫ります。フィギュアスケートのスター、羽生譲るの新たな冒険が待ち受けています。彼の離婚からわずか11日後、仙台市に誕生した、ゼビアアリーナ仙台の新リンクが、まるで、ハブリンクとしてファンの期待を一心に受けています。しかし、この新リンクには地元からいろんな声が上がり、一般市民にも門戸を開くべきだとの主張が広がっています。 税金70億円の巨額な投入が注目を浴びる中、森林区の運営主体であるゼビオホールディングスは、指定管理料を受け取りながらも一般市民への解放を考えていないというスタンスを崩していません。市議の佐藤正明氏は、税金が投入される以上、森林区は市民全体のものでなければならないとの立場をとり、競技人口の広がりを求めています。しかし、市は、 ハブさんを含むトップ選手の練習環境が厳しいとして、新リンクの開設を指示しています。新リンクは、単なるスケート施設だけでなく、羽生譲弦のアイスショーも開催される予定とのこと。しかし、その一方で一般市民との共有に関する姿勢は不透明なままです。ハブの事務所はコメントを避け、意向を申し上げる立場ではないとの立場を示しています。同様に、 宮城県のスケート連盟会長も新リンクに対する独自の視点を示し、新リンクと連盟とのそれ違いに言及しています。そこで、この記事では新リンクに関する様々な視点を探り、羽生譲のファンやフィギュアスケート愛好者たちが新しい表情の舞台にどのような期待と疑問を抱えているのかに焦点を当てます。フィギュアスケートは一般市民とスター選手の共感と共有の場であり、 そのスケートリンクが一般市民にとってどのような意味を持つのか考察していきましょう。羽生譲の新リンクが生む波紋についての異論の声は一般市民の参加と共有の欠如に焦点を当てています。佐藤正明氏が指摘するように税金で支えられる施設である以上、その恩恵はスター選手だけでなく市民全体に広がるべきです。競技人口の拡大や地域経済への波及効果が期待される中、 なぜ一般市民との共有が難しいのでしょうか。市はトップ選手の練習環境の向上を理由に挙げていますが、その一方で市民に開かれる機会を制限する姿勢は疑問を呼び起こします。新リンクがアイスショーやトップ選手の活動の場であることは理解できますが、一般市民にも門戸を広げることで、スケートへの興味を高め、新たな才能を発見するきっかけにもなるでしょう。 ハニューの事務所や県スケート連盟会長がコメントを避ける中、一体どのような課題や機会が新リンクには潜んでいるのでしょうか。ファンや地元の期待に応えるだけでなく、新しいスケートの冒険がどのように展開していくのか、未知の領域へと踏み出すハニューの姿勢に迫ってみましょう。新リンクが生まれる中で気になるのは、ハニューのアイスショーに加えて、 一般市民との交流や地域への貢献がどれだけ考慮されているかです。競技人口の拡大や経済波及は重要ですが、スケートは同時にコミュニティとの結びつきを深める素晴らしい手段でもあります。新リンクが地元の人々にとって愛される場となるためには、一般市民への開かれた姿勢が欠かせません。また、羽生譲弦のファンたちが新リンクに抱く期待も大きいでしょう。 彼らはハブの活動の場が増えることに興奮している反面、その舞台が一般市民との共有に開かれることを望んでいます。スケート愛好者たちは、羽生譲のパフォーマンスを身近に楽しむことができる可能性に期待を寄せています。新リンクが彼らの期待に応えることができるのか、注目が集まります。この新しいフィギュアスケートの舞台は、単なるスケートリンク以上の意味を持っているかもしれません。 一般市民とスケーターたち、そして羽生結弦ファンとの新しいつながりが生まれることで、スケートの魅力がより多くの人々に伝わることでしょう。その一方で、課題や不透明な点も浮き彫りになりつつあります。記事の最後に、この新リンクが羽生結弦の未来にどのような影響を与えるのか、そしてスケートとコミュニティの新しい一歩がどのように描かれるのか、期待と興奮が交錯する未来に期待しています。 新しい表情の舞台が、スケート愛好者と地元の人々を結ぶ素晴らしい場になることを願っています。新リンクに関する様々な視点を探り、羽生譲るの新たな舞台がどのような影響を与えるかに焦点を当てました。まず、新リンクの異論や問題点について言及しましたが、その中で一般市民との共有の必要性や期待が浮き彫りになりました。税金70億円の投入にもかかわらず、 一般市民に文戸を広げない姿勢に対する批判が根強くあります。市議の佐藤正明氏が指摘するように、税金で支えられる施設はスター選手だけでなく、広く市民に開かれるべきです。これに対し、市はトップ選手の練習環境向上を理由に挙げていますが、その姿勢が市民との交流を制限しているのではないかという疑念が残ります。フィギュアスケートは単なるスポーツにとどまらず、 コミュニティとの結びつきを深める素晴らしい手段であることを考慮すべきです。また、新リンクが羽生結弦のアイスショーの舞台としても機能することは素晴らしい可能性です。ハブのファンたちはそのパフォーマンスを身近で楽しむことができることに期待しています。しかし、彼らも一般市民と同じく、新リンクがより広範囲な人々と共有されることを望んでいます。新しいリンクが、スター選手の活動だけでなく、 地元の人々との交流の場となることで、フィギュアスケートの魅力が一層広がることでしょう。波ユズルの事務所や県スケート連盟会長がコメントを避ける中、森林区が抱える課題や機会が未だ見えにくい状況です。しかし、ファンや地元の期待に応えるためには、一般市民への開かれた姿勢が不可欠です。新しいスケートの冒険がどのように展開していくのか、未知の領域へと踏み出す波ユズルの姿勢が注目されます。 最後に、新リンクが羽生譲るの未来にどのような影響を与えるのかに期待が寄せられます。スケートとコミュニティの新たな一歩がどのように描かれるのか、注目が集まります。新しい表情の舞台が、スケート愛好者と地元の人々を結ぶ素晴らしい場になることを願いつつ、この記事を通じて読者には今後の展望やアクションを考えるきっかけとなれば幸いです。フィギュアスケートの未来に期待し、 森林区が多くの人々にとって特別な場所となることを願います。